こんにちは。京浜東北線や山手線から目にした人も多いのではないでしょうか。今回は新橋駅近くの第一ホテル東京さんのディナービュッフェをご紹介いたします。こちらのホテルは阪急阪神第一ホテルグループとなり、東北から九州までホテルを展開しています。場所は新橋駅から歩いて5分ほどの好立地となります。今回訪問したのは平日120分制ディナーの6500円のプランになります。こちらのホテルはすべてソフトドリンクバー付きとなっており、アルコールについては別途単品注文や飲み放題プランもあります。また時間無制限プランや簡易割引プラン、記念日プランなど様々ありますので、一休などのサイトと合わせて公式サイトもご確認ください。場所は地下1階のビュッフェレストランエトワールで開催されており、新橋駅側からホテルに入ってすぐのエレベーターで降りると近くに会場があります。それではいつものコールドミールサラダバーからご紹介いたします。サラダバー、お野菜は6種類、ドレッシングは3種類となっています。一番左上には海藻が入っていました。大豆ミートと彩り野菜のチリビーンズ、チリビーンズのトマトの風味とナチョスの食感がとてもよく合います。鴨肉のカルパッチャータ、イチジクと木の実のビネグレット、酸味や甘みなど全てを一度に味わいつつ、鴨の香りと旨味が後からやってきます。シャルキュトリーとオリーブ、一般的なシャルキュトリープレートとなっています。本日のカルパッチョ、わさび風味のビネグレット、ほぼお刺身と言っていいほどの浅く和えられたカルパッチョでした。サーモンとカブのマリネ、柚子風味、サーモン自体の味は濃いめで、カブの香りの後に柚子の香りが追いかけてきます。ナスとインゲンのあんかけ、生姜風味、お出汁の風味を効かせたトロトロのナスが良い和食材です。養老豆腐、生海苔ソース、海苔の香りが程よく美味しいお豆腐でした。さつまいものパンナコッタ、クラムソース、パンナコッタは牛乳感強めにしっかりと作られています。トマトのカプレーゼ、ミニトマトではありませんので、チーズととてもよくマッチしています。鶏肉のコンフィ、リンゴとアンティーブのサラダ仕立て、一番底にはポテトサラダがあり、鶏の胸肉と合わさりボリューム満点のサラダになっています。ライム香る海の幸のセビーチェ、イカやアサリなどの魚介をライム仕立てでさっぱりといただける一品です。厚切りベーコンとほうれん草のキッシュロレーヌ、お出汁の風味を感じられるキッシュでした。デュガスチーズ、蜂蜜添え、蜂蜜をかけてこれだけでも良いおつまみになりますが、他のお料理と合わせても美味しそうな一品です。クラゲの冷製甘酢漬け、ザ定番の中華前菜です。甘酢感がしっかりとついており、コリコリと美味しい一品です。バンバンジー、しっとりな胸肉とごまだれの相性が良き一品です。続いてホットミールのご紹介です。ローストビーフ、さつまいものマッシュポテト添え、リンゴと赤ワインのソース、お肉は柔らかくフルーティーなソースで食が進みます。さつまいものマッシュポテトは甘くないスイートポテトが一番近い感じです。右側カプリチョーザ、トマトの風味が生きた生地ももちもちの美味しいピザです。トリュフ風味のポルチーニとキノコのピザ、トリュフが香った後にポルチーニの香りもやってきます。とても贅沢感のあるピザです。牛バラ煮込み、栗とキノコのクリームソース、バターライス添え、日本では食べられない欧風料理の香りがします。牛肉はホロホロで一瞬でなくなりました。サーモンとイクラのこぼれ寿司、一口サイズのサーモンとイクラの親子手まり寿司です。松茸の茶碗蒸し、松茸の香りがほのかに香るとても上品で贅沢な茶碗蒸しです。キノコの炊き込みご飯、お出汁の香りがしっかりとあり、
食べていて秋を感じる炊き込みご飯です。かぼちゃグラタン。かぼちゃの甘みとチーズやベーコンの塩味がちょうどいいグラタンです。じゃがいもとキノコのスフォルマート。ふわふわで口の中でほどけてなくなる一品でした。サンマのスパゲッティ。サンマの香りがガツンと効いています。食べ進めると香りがどんどん強くなるので好き嫌いは分かれるかと思います。サルシッチャとかぼちゃのクリームペンネ。かぼちゃの甘さではなく種を食べたりすることで香りが立ちます。しっかり食事系でそぼろ肉もよく合っています。キーマカレー。辛さよりも香るキーマカレーでした。牛肉と野菜のトマトスープ。牛肉はホロホロで野菜にはスープがしっかりと染み込んだスープです。北京ダック。甘辛ソースが効いてご飯やお酒が進みます。白身魚のネギソースがけ。パクチーなしの盛り付けです。中国醤油の香りがよくスルッと食べてしまいました。中華風オムレツ。いろいろキノコのオイスターソース。ふわふわのオムレツにキノコのソースがたっぷりと入っています。この後のチャーハンなどにかけると贅沢天津飯ができちゃいます。鮭チャーハン。鮭からの塩味が強くなりすぎずちょうどいい感じです。大豆ミート入り麻婆豆腐。山椒がしっかりと効いたインパクトがある麻婆豆腐です。うどん。食べられてはいませんが食べている方が多かったのでおすすめの一品かもしれません。ベーカリーコーナー。ツヤツヤのバターロールにブリオッシュがとても美味しそうでした。それでは最後にスイーツのご紹介です。安納芋モンブラン。注文後に絞ってくれる生絞りモンブランです。安納芋の甘みをたっぷりと感じることができます。かぼちゃのバターケーキ。もこもことした食感で種の香りが鼻を抜けるスイーツです。カラメルプリン。カラメルの苦みが効いており誰しも食べやすいプリンです。ダブルベリー。ゼリー層に果実がたっぷり入っていますが酸味の角はなく食べやすいスイーツです。洋梨のムース。キャラメルが最初にやってきてクッキー生地の食感と香りの後洋梨の香りが鼻を抜けます。いろんな方に好まれる味だと思いました。レアチーズムース。ムースチーズケーキの中にブドウソースの酸味がプラスされておりデコレーションもハロウィン風になっています。2色のブドウゼリー。2色のブドウ感までは感じられませんでしたが甘すぎず爽やかな美味しいゼリーでした。チョコレートケーキ。ふわふわの生地が印象的で食べやすくチョコの香りも感じられます。抹茶ロールケーキ。しっかり苦味を効かせた本格派のロールケーキです。フルーツコーナー。フルーツ3種とフルーツミックスが提供されています。どうでしたか。新橋駅近くの第一ホテル東京さんのディナービュッフェのご紹介でした。世界バイキングと歌っているだけあり前菜から和洋中の料理が並びます。ビュッフェのプランも複数あり時間無制限にすれば大満足間違いなしですし誕生日プランなど様々なシチュエーションに対応していただけます。前菜の海苔のソースを使ったお豆腐では爽やかな海苔の香りが心地よくナスのあんかけもお出汁がしっかり染み込んでおり美味しくいただきました。ホットミールではトリュフとポルチーニのピザは秋の高級な香りが次から次へと鼻の中を抜けていきました。洋の香りの後は松茸の茶碗蒸しをいただき和の秋をしっかりと感じることができ秋を大満足できた気がします。スイーツはどれも食べやすいものばかりで洋梨のムースは多くの方が食べて満足できるスイーツではないかと思います。前回の松阪牛のビュッフェと比べればインパクトは欠けているように感じますが
和洋中のお料理をそれぞれたっぷりと味わえるビュッフェはとても楽しい時間を過ごすことができました。交通の便の良い立地ですので、ぜひこれからのイベントごとなどに検討してみてはいかがでしょうか。ではおやすみなさい。